雨模様のグディソンパークでは試合開始を待つサポーターの声が高まってきました。実況は西岡明彦、解説にはおなじみ福西崇史さんをお迎えしています。お送りするのはプレミアリーグの一戦、エバートンがバーンリーと戦います。試合前にはどちらの監督からもこの試合への自信がうかがえました。どんな作戦を練ってきているのか、この後じっくり見ていきましょう。マイケル・キーン、ナンバー3エマソン、ナンバー6アラン、ナンバー19ジェームズ・ロドリゲス、アンドナンバー29ヤニック・ベロッシ。こちらがエバートンの先発メンバーです。今日の陣形は一般的な 4-3-3 です。ウイングの位置の選手には攻守に貢献が求められます。こちらがバーンリーの先発メンバーです。今日はノーマルな 4-4-2 のフォーメーションです。2トップの選手が攻撃を引っ張ります。エバートンキックオフ、試合開始です。ヤニック・ボラシエ、体を寄せる、体に当ててクロスをブロック。高いボールで裏へのパス、走り込んだ味方に合わせました。最高のタイミングでタックルに入りました。よく止めましたね。実績を考えるとマンチェスターシティにかかる期待は大きかったのですが、ここまではあまりうまくいっていないようです。まだ中盤ですから、とはいえそろそろリードを奪えるか。先制ゴール、早い時間に得点を挙げました。リプレイが出ます。ここでディフェンダーを突破して得点機を作り出しました。そしてこのフィニッシュ、キーパーの位置を見てニアサイドを狙ってきました。開始後10分とちょっと、立ち上がりの大事な時間に失点してしまいました。アブドゥライエ・ドゥクレ、アランに渡った。アラン、リカルド・オルタ、チャンスにできるか。クロスはディフェンスが阻止、スローインになります。これをチャンスとしたい。これは無念の交代となりそうです。プレーに戻ることができません。心配ですね。大きな怪我でなければいいんですが。先ほど罰が出た選手との交代です。やはりダメですか。クロスのチャンス、キーパー止めましたがまだインプレー。リカルド・オルタ、有利な展開が続いていますね。サポーターのせい、ハメスにチャンス、コーナーキックです。
ボールはゴール前へ。コーナーキックはキーパーが対処しました。サイドにスペースがあります。クロスは許しません。相手に当たってコーナーキックになりました。このコーナーは誰に蹴るか。クロスでつないできた。切り込んでいく。これはナイスインターセプト。カウンターアタックに入るか。アラン、弧を描いて裏を狙います。さあクロスか。ブロックに当たる。アシュリー・ウェストウッド、絶妙なパス。ゴールキーパーがダイビングセーブ。しっかり集中できていますね。追いつくためにもゴール。試合は振り出しです。リプレイを見てみましょう。コーナーキックをしっかり合わせてきました。そしてうまくヘディングで合わせました。冷静なフィニッシュです。違うカメラから先ほどのゴールをご覧ください。組み立ては良かったんですが、相手ボールになります。ハメス・ロドリゲス、ハメス・ロドリゲスに渡った。エバートン、ゴールへのイメージが共有できていますでしょうか。このスルーパスはキーパーに渡った。これではキーパーに勝てません。バーンズ、素晴らしいスルーパス。通った。ゴール、素晴らしいゴールを奪いました。いい時間にリードできましたね。ここからの試合展開に注目しましょう。映像が来ました。クロスの上がった先には味方がいます。そしてこのフィニッシュです。相手はちょっとマークが甘かったんじゃないでしょうか。別のアングルからご覧ください。ここまでのポゼッション率を見ればエバートンがボールを支配していることがわかります。ただ決定機にまで持ち込めていないんですよね。時間が過ぎていくほど苦しくなるので、もっと積極的にゴールを狙っていった方がいいんじゃないでしょうか。アブドゥライエ・ドゥクレ、ボールはアランへ。ここから先の出しどころに苦労している様子です。リカルド・オルタ、中に入れてくるか。レフリーの笛が鳴って前半終了。スコアは2対1。ゲームはハーフタイムに移ります。この選手ですが、前半のパフォーマンスを見る限り後半にも期待できそうですね。ハーフタイム直前のゴールは試合の流れを変えました。相手に与えたショックは後半にじわじわ効いてきます。
後半はどのような試合になるでしょうか。キックオフです。クリス・ウッド、バーンズ、ディフェンスが冷静に処理します。リシャルリソン、ヤニック・ボラシエ、目の前にスペースがあるようです。中にクロスが入った。ボールをはっきりクリアしたい。決まった。ピッチ全体でプレスをかけ、ボールを奪い返してゴールしました。なかなかできないプレーでしたが、見事なゴールです。この失点は監督も一体何をしてるんだと言いたくなるでしょうね。クリアするなら一旦外に出すか、大きく前に飛ばさないとダメでしょう。中途半端にクリアしたことで相手のチャンスになってしまいました。監督の喜びが伝わってきます。このゴールで追いつきました。この交代で流れを呼び寄せることができるでしょうか。試合は振り出しに戻りました。アシュリー・ウエストウッド、ヨハン・ベルク・グズムンドソン、バーンズ、しっかり見えています。キーパーが飛んだ。これはファインプレーです。読んでいたのかもしれませんが、それにしてもよく止めました。中に入れた。このヘディングシュートはクロスバーの上、ゴールにはなりません。もう少し下に叩きつけた方が良かったかもしれません。アブドゥライエ・ドゥクレ、ボールはアランへ。リカルド・オルタ、絶好のチャンスです。エバートン、クロスです。レバンドフスキーに届くか。前方に運びました。クリス・ウッド、スペースへのボール、ドリブルで相手を揺さぶります。今日の試合、ここのホットラインからことごとくチャンスを作っています。エバートン、サイドのスペースが広く空いています。アシュリー・ウエストウッド、うまく読んだインターセプト。折り返せるか。アラン、クロ、リカルド・オルター、キャッチできません。ボールがこぼれた。アラン、惜しいシーンでしたが、ラインを割って5。ボールキックになります。マシュー・ロートン、ヨハン・ベルク・グズムンドソン、鋭い読みでカット。キックオフ時に悪かった天候もやや回復してきた模様です。今は小雨へと変わっています。ピッチは荒れていますから、丁寧なプレーを心がけたいですね。ディフェンダーのインターセプト。エバートンがうまく試合を作っているという状況でしょうか。しかしながら現在スコアは同点。どこで点を取りに来るでしょうか。見事なタックルです。いいプレスです。ボールを奪いました。見事なインターセプト。ディフェンダーの読み勝ちでしょうか。バーンズ、
このパスは通らない。リシャルリソン。客席は落胆の雰囲気に染まる。あります。スローインでゲームは再開されます。サブの選手がピッチに向かいます。アシュリー・ウエストウッド、ジェイ・ロドリゲス、これは見事に奪いました。時間もありません。なんとか勝ち越したいエバートン。攻めます。クロスはブロックされます。アブドゥライエ・ドゥクレ、しっかりついてクロスをブロック。ベルナルジ、笛が鳴っています。オフサイドです。これは際どい。試合終了。このリーグ戦は両者が勝ち点を分け合う結果となりました。両者一歩も譲らない好ゲームでしたね。最後は引き分けに終わりましたが、あれだけの競り合いを演じてくれればサポーターも満足しているでしょう。次節にも期待しています。